声ラジ聞いてくれてありがとう。許してくれる？ありがとう。いいよヘタレ、ありがとう。ヘタレです、ヘタレなんですが、ただいま電気毛布で温まり中なんですけど、電気毛布で寝ちゃってまして、完全に声ラジ、こちらこそすごい楽しくて、なんかめちゃくちゃ楽しかったです。本当に楽しかった声ラジ。なんか自然体でも大丈夫ってことを学んだよね。あくびしてやがるね私あくびしてやがってたよね今。申し訳ない。もうねここ最近ね、なんかね私ね、なんかね眠いんですよ。でそれで夜になったら眠くなるというね、ちゃんとしたちゃんとした生活を送ってますよ皆さん。夜になったら眠くなるんですよ。だからお昼寝も今日はしてないので、がっつり寝ますね。そう、寝る秋かもしれない。今日がっつり眠れますね。うん、ラジオすごいありがとうね。小学生の時覚えてないけど、高校は6時に起きてたよ毎朝、高校通うために。かわいい、ありがとう。そうだね、そう最近早起き多めで、お、なんか今日は久々に夕方から始動って、私あんまり慣れてないんで早起きに。いや慣れろって感じなんだけど。明日よろしくって、あ公園来るってことかな、よろしく。そうそう、朝練とか言ってたよ私。そう朝練行ってたし、朝練行ってたし、朝学してたから私、朝練朝学民だったから強くね強くない。サレヤマさん、だるまありがとう。え、みんなに今日はありがとう配信をしたいんですけど、あのね、たくさんのプレゼントが届いてみんなに見せたいんですよそれを。あのすごい見せたいプレゼントしかなくって、もうね、今日のジャケットおしゃれでしょ、でもちょっとカチコチすぎただと思うので、まあなんか緩みのあるカチコチも、カチコチリコチもいいよねって感じ。そう、実は真面目なんですよ真面目なんです私、結構朝練朝学。やばいね、今グルナイ見てるの。美味しそうグルナイ見てるの。でもさ、多分こんな大人の味わかんない私、ラーメンって感じ私は。へ、今はなんか生地らしいけど、私はラーメンニンニクマシ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 ですって感じだから、多分私本当に美味しいご飯食べれない気がする。え、もうね鍋食べてお腹パンパンすぎてびっくりしてる。でも野菜とお肉だしいいよねって思ったけど、アイス食べちゃった。イエーイ。値段の想像つかないよ、だって服より高いじゃん、グルナイに出てくるご飯って高すぎるでしょ。私はでは早速、え、さっきまで見てたのがこちらです重すぎー、これです。ねえ私嬉しい、私海の生き物大好きだから、マジ図鑑着て超嬉しいんだけど、超嬉しいんだけど、図鑑が着てめちゃくちゃ嬉しい。やばい、トマト食べてる。うん、めっちゃ重いマジで。これもう半切れで持って帰ったよね私、重いけどありがとうって言いながら帰った。本当に重いけどありがとう、重いけどありがとうって、すごい楽しい。これ本当見てて、これ激、私の大好きな、あ、なんて
名前だったっけ、ナポレオンフィッシュがいる、私の大好き、マジチューできる、ナポレオンフィッシュに私はチューできるよ。来たらさ、本当にさ、ナポレオンフィッシュにチューするロケとか来たらどうしよう。ナポレオンフィッシュ好き、そう半切れで、あえ本当に私結構図鑑、ああ図鑑が大好きなので、そうメモメモ、そう、うわー綺麗、神秘的、寝る前とかに読むの大好き、ありがとうありがとう、ふぃー、ごめん、うるさすぎてちょっと画面外で発狂しちゃった、ごめんね。次はなんか風呂敷みたいなのが届いた、これもすごくよく使えそう、ほらバーバパパだって、バーバパパ、バーバママかもしれん、ビービピピかもしれんし、すごいこれなんだろうこれって思ったけど、なんかこんなのも届いて、見える、あ見えるっぽい、見えます、なんか届いた、レモン、何に使うかちょっと送り主さん教えてくれたら嬉しいです、リコチメールとかで教えてください、ありがとうございます。バーバパパ、メーメベベ、ビービピピ、あバーバパパの歌歌えるよって人いるよ、レモンジュースだからか、いや毎回多分プレゼント重いよね、でもすごくありがとうって思ってね、私は。あとねメールで送ったのもあるし、あとはあのカンガルーのぬいぐるみ届きました、これなんか私が昇格して、あ昇格してない頃に多分もらったんですけど、それをなんかあのこれがあのまだプレゼント解禁じゃない時にもらったから、ずっと倉庫みたいなところに入れられてみたみたいです。そう念願取れるかな、あ取れなかった、あ取れなかった、しかも体生えてないわこの赤ちゃん、そう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 、ありがとう、そう没収されたカンガルーです、そう、うーん読めん読めん、そう読めん、ありがとう、私カンガルーすごく好き、カンガルーの赤ちゃん、私のお兄ちゃんがね、あの動物園でカンガルーの赤ちゃんをね袋からね取り出そうとねしてたことを覚えてる、へっへっへっ、あちょっと喜びでちょっとハッハッしちゃった、キヨニーありがとう、お猿さんありがとう、そうよくわかんないよね、3歳から年齢 OK って、3歳の頃適合年齢だって絶対これさ Google 翻訳みたいな感じでしょ、3歳の頃適合年齢、頃じゃないんよ、3歳から OK みたいな、教えてくれたらいい、 Age suitable 3 plus、 じゃあいいね、3歳から OK なら、ぶんちゃんハートありがとう、それやまさんハートありがとう、はるるんさんバラありがとう、りこちゃんもう3歳過ぎてます、りこちゃんもう3歳過ぎてますけど、はるるんさんバラありがとう、カピバラミキアさんかわいいありがとう、ちょっとごめんね喜びの癖が、すごいこれは多分中国かどこからかわからないんですけど、すごく良さそうな、私麺が好きっていうことをよくご存知で、靴下が届きました、りこちゃんは18禁だよ、ありがとう、すごい、あ全然臭くないですね、いや履かれてないけねプレゼントの靴下が臭かったら嫌やろ、ありがとう、清流麺ありがとう、ちゃんも18禁だよ、ありがとう、柔らかいよみたいな書かれてある、ありがとう、ああありがとう、
ありがとう。そしてなんか T シャツも届きましたよ。 T シャツなんかいろいろ あ、サイン会当選って言う。ありがとう。筋肉こぐまパンすごい筋肉すぎるでしょ。これはエギ清にいいね。ありがとう。ルルルツツルルツツルル。なんだこれは。ハハハって、アハハ、アハハ、アハハハハ。なんだこれ、私にぴったりじゃないか。タコが笑ってるっぽい。明日着ていこうかな。可愛いんだけど。あーって言ったんかこれ。あーって。ケンタッキーさん魔女ありがとう。ハッシーさんだるまありがとう。そしてなんかね、ハッピー侍 T シャツも届きました。お、すごい重なり合ってミルフィーユみたいな、私の言葉ですかね、重なり合ってミルフィーユって。ありがとう。すごい、これ着ていこうかな。すごい、私のファンの方が多分ね作ってくださったんでしょうね。いや、ファンの方しか送らんけこれ。これファンの方しか送らんけ。あ、すごい S サイズと M サイズ両方くれてる。ありがたい。これはこれ S サイズと M サイズ両方くれて、どっちだろうね。ありがとう。すごい、めっちゃ可愛いんだけど。しかもスタンプまで貼ってある。重なり合ってミルフィーユ、ありがとう。これめっちゃ可愛いね。多分水色が好きなとこも私のこと知ってくださってありがとう。嬉しい。水色の T シャツ持ってないからめっちゃ嬉しいです。明日着よう。2枚重ねて着るね。はるるんさんいいね、ありがとう。すごい。あとトレーナー一式が届いたんですけど、パンダのなんかセーターみたい、めっちゃ可愛い。ありがとう。なんかちょっとなんか私みたい、お腹の大きさが。そしたらもっと重なり合ってミルフィーユだね。2枚重ねたら可愛い。パンダありがとう。ボヤッキーさん可愛い、ありがとう。猿山さん音符ありがとう。でこれ私めっちゃ可愛いと思った。これ全部ポケット、メリークリスマスって書いてある。これ全部ポケットなの。だからここにはピンク、間違えたあのリップ、鏡、ファンデーションみたいな、お財布、スイカみたいな感じで入れていこうかなって思うでもめっちゃあったかそうだし、めっちゃ、あ、すごい、ありがとう。あのついてるなんか誰々ですみたいなの、すごい、めっちゃ可愛いって思った。これめっちゃありがとう。すごい。おやつも入る、アメちゃんとか、アメちゃん梅干しって可愛い。私赤好きだから嬉しい。ありがとう。猿山さん音符ありがとう。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。そしてそして私が一番なんかいいなって思って、マジで一番いいなって思ったやつ大好き。これ送ってくれた人大好き、超いいんだけど。あー、やべえ、超最高、着ちゃう。Oh my god! Oh my god! ちょっと後ろが汚いことがバレちゃう。わー！
すごーい。これ送ってくれた方、もうセンスの塊ですね。ありがとう。すごいカーニバルって感じ、似合います。ありがとう。すごいよくわかってますね、昨日の。すごい、あったかい。あー、お腹かいちゃう。ありがとう。レインボー駆動です。トトさん、レインボースターありがとう。レインボー、これ多分マジ毛玉が100個ぐらい、もう1万個できるぐらい切っちゃうかも。あ、ごめんなさい。嬉しい。バナナテーブルさん、レインボースターありがとう。すごい、洗い方気をつけなきゃいけんよね多分。触り心地めっちゃいい。顎吸っちゃう。すごい、すごい嬉しいんですけど、ありがとう。私が選んだかと思ったね。ありがとう。傘とレインボー、永遠にレインボー着ちゃう。ハミングか。オッケー。わー、なんか、うわー、なんで、なんかテレビ見てます。私今変なご飯がいっぱい出てくる。テレビ今日はチクチク全然しないよ。めっちゃ肌触り良かった。ありがとうございます。あ、洗濯洗浄してます今。洗濯機の洗浄。この黄色のネットもめっちゃ可愛いでしょ。これは古着。イエーイ。誰が着てたんだろう。嬉しいです。ありがとう。みんな本当に本当にありがとう。寝る前に図鑑読むね私。マジ私寝る前は私本当にスマホいじるよりも結構本読んだりするんですけど、あ、めっちゃスマホいじってる時もあるけどね。だからありがとう。あ、押し洗い、もみもみ洗いでもいいね。大人っぽいですか。あ、ごめん、急にベロ出してごめん、ごめんごめん。急にベロ出してごめん。喜び方、ベロ出すんよね私よく。おお、明日の髪型迷ってる。顔の雰囲気違う？マジ？なんか急に整形みたいなさ。違いますからね。え、なんだろうね。メイクしてるわ。久々に結構メイクをしていますね。キャベツ切ってる。私この前さ食べたキャベツがさめっちゃ青虫すぎてびっくりしたんだよね。あれ、レタス？レタスだった。私めっちゃなんか青虫すぎてびっくりしたんですよね私。へえ。でももう帽子とかすごい秋になってきて私。そう、公演今回も出させていただきます。工藤です。フォッ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 。ユニコーンしちゃう。なんかこんなんしたいよね。こんなんしたい。なんか調べたいな。スマホどこ。なんかね、なんかアリさんみたいな、アリさんマークの引っ越し者です。なんかなしたいんだよな。ちょっとごめんなさいね、後ろすごい汚いんですけど。ね、
しれん。むくみがないとかかも。でね、アリさんヘア、アリで調べ、アリでなんかアリっぽい髪型したいんですよね。私これ2個2個作りたいな。3個3個ぐらい。ここでなし。あくびが出ちゃうので、私あくび我慢できないタイプだからさ、 SDGs の時の髪は結構おとなしめで、 SDGs にちゃんと合うような髪型にしたから OK です。 OK です。難しいね。メイクさん泣かせって言われてる。泣いちゃうかな。明日もめっちゃ楽しみ。でも何より11月にある、11月に開かれるあのアンナちゃん、リネタンの生誕祭がすごい楽しみ。本当に楽しみ。マジで生誕祭が楽しみすぎて、私マジでぶち上がっちゃうかも。二人がちゃんと二人があるのに、二人が主人公なのに、主役なのに。でもめっちゃ、あ、キリンの角、あ、角かな、角ヘアかな。Yes, yes. お前にしようかな。私目立たないよ。目立ちやたがり屋さんだけどね。目立ちたがり屋さんだけど目立たないよ。安心して。おー、公園来てくださるってみんな。確かに着替えの時大変そう。あ、でも上から脱がないからいいかも。上からうんって、うん、ピッピピピってしたいよね。チューニングしよう。おはよう。めっちゃ失礼な。
すごい。アプリでチューニングの方が全然楽だった。あの男の方のさ声、いいね。そう、恋ラジでもなんかすごいあのお便りであのグレリについてなんか触れてくださる方が多くていい感じでした。そう、湧き水って本当にあるんだ。私やす子さん好きなんだよな。めっちゃ綺麗な音だよね。ね、みんなみんなみんなめっちゃ大好きなんだけど、ドラえもんの歌。くれる三角チョコパイの広告がある。こんなこといいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれる、不思議なポッド好きなんだけど。でもさ、もう人差し指が、私あの人差し指があのすんごいことになりました。皆さんおはあの握手会できたら本当人差し指にぎにぎしてあげてください。マジでやばい、マジこれは伝わんないけどって感じ。もうすごい、掴みます。猫の恩返しいけるよ、わかんないけど。オビさんハートありがとう。そう、あ、あと再販もあるのでぜひぜひ皆さん再販お話し会ぜひぜひいらしてみてはいかがですか。そうだよ、そう、そっちができちゃったの。風になるか。ダンスとダウンストローク、アップストロークって何？後で調べてみよう。あ、あったよ。いくよ。忘れていた目を閉じて取り戻せ恋の歌、青空に隠れ、あ、全然違う。
ただ一つのこと。悲しみに暮れないで、君のため息なんて春風に揺れてやる。なんだこれ。何を弾きましょうか、皆さん。何でもリコチのために言ってください。ピヨピヨちゃんつけました。ウサギちゃんのことですね。ごめんなさい、ピヨピヨとか。はい、できました。ちょっと一旦ここに置いとく。ポケモン。ヘタレたちよ、多分まだだよね。こんぐらいかな。なんかさ、こういう YouTube 配信者いるよね。すっごい。なんか。どうしたらいいでしょう。365日の紙飛行機初見で弾けた？やってみよう。でしょ？これボタンがすごいおしゃれなんです。そうそう、顔見センサー、美人系のやつね。そう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 、思い出せる恋をしよう。いいね。何ふわっちって365日8日になった。では任せてくんりょ。私ね、膝の上にね、こうやってスマホ乗せとんよ。見えんか、見せんわ。では行きましょう。行くよ。チッチッチッ。朝、合ってる？朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられる。あ、間違えた。笑顔でいられるよ。
これ難しい。すごいよね、今すごいゆなゆながリーダーシップを発揮してくれて全部やってくれてるんですよ。じゃあ次は、あ、ありがとうございます、パチパチってありがとうございます。ちょっと口だけ見える配信者みたいなさ、火加減よしおさん、いいね、ありがとう。じゃあ次は、あの、思い出せる恋をしよう、いきましょう。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が、ちょ、もう一回、どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう、違う空を見上げていたって、忘れないよ。
しょう皆さん、私のウクレレどうでしょうどうでしょう皆さん、私の渾身のウクレレ手元アングルフレット、イエスイエス、竹まつるさんありがとう、いいね、温かい金曜日さん音符ありがとう、火加減よしおさんいいねありがとう、きよ兄さん音符ありがとう、温かい金曜日さん音符ありがとう、でしょ、かわいいな、全然 OK のレベル、本当に得意なだけあって、そう思い出せる恋をしようは本当に得意なの、スムーズになってきた、ナイス、So nice。 じゃあ次はこれは行きましょう、こんぐらい、わかんない、いくよ、ツン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 、教室から何が見える、真っ青な空か雲か地平の彼方、風は吹いてるか、彼女はそこにいるのか、片思いの入り口、クラス替えして C 組の僕は彼女の様子がわからない、会えなくなってやっと気づいた、その興味好きだってことだ、気のせいか声が聞こえたような、渡り廊下走っていたような、いつだって彼女を探そうとして、そばにいるとただの友達でも、あどこ、離れた分過敏になっている、恋の気配校庭には何が見える、新しい風に揺れる枝のつぼみよ、あの日のときめき、ニューガー空式デジャブみたいな桜の木、切な悲しく遠く、これもいいですね、あとはこれもあるよ、どうですか皆さん、あとはこれもお箱だよ、これ一応弾けるみたいな、チュッ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 がむずいから弾けない、これ見てこんな難しい、指の間にほくろあるの見られた、小指萌えって何指綺麗ですか、ありがとう、スリーフィンガーって何、ギターとかしたいよね、 Thank you、 お披露目とかあるかな、ね、いきますよ、トゥトゥルトゥ、勇気を振り絞って私から切り出した、どうでもいい話題に紛れ込ませて隠して歌えてみた、あなたは少しだけ困
どうですか皆さん。シードディレイミエファジーソエラビーシ、コード表を見るのに役立ちます。どういうこと？全然わかんない全然わかんない。船はまっすぐ進むよ、彼方の彼ん彼方の水平線。うわかんない。さあ未来を探しに。全然わかんない。じゃあさみんなあれはどう？AKB さんの曲で知ってるやつやる。やったー、エクセレントって。お、いっぱいいるよ。ネモハモルフもあるよ。全然わかんないんだけど。あ、ちょっと当てないうちに見違えるくらいルージュが似合う女と呼ばれていたなんて。だってあのシュシュ声なんかかける気になれずに素通りしてた。時はあっという間に過ぎ去り、夢も現実もボーダーレスにしてしまう。心も体も違うだ、もあはっ、hey、 ゆだね、踊ろう君のルマルマルマを愛はたる、まあ、嘘だと言ってよ。夜明けまで見つめ合えば。なんだこれは。信じられるかな恋のルマルマルマを今走った、ただの噂だろう。わかっていても気になる、好きになったら。でもハモるな。 Hey what's up。 すごいいいじゃんいいじゃん。なんか意外と弾けたよしかもなんか結構エモい曲だから、なんかウクレレが合ってるなって思ったよ。あ、野菜シスターズあるよ、私たちの大好きな。おはよう。
ちの大好きなあれもあるよ、サステナブル。確かにハワイアン、あれきりん、あれきりこれきり、こんなの悲しすぎるじゃない、どんなこととあったとしても、僕は変わらない。全然わかんない、一番弾けてるんでマハモルーマーなんだけど、なんなの。ノーエマあるよ、その度に僕は強くなっていた。合ってる？歌い方。人ごとだから簡単に決めつける。Why? Oh why? 届かないくらいにそんなに高い場所なのか。誰もが出てきた。うん、アボカドじゃねえしやった。双子パパさん音符ありがとう。もうこんな時間なの？いちごバナナアポメロンメロンチェリーオレンジ、全然わかんない。目と目があって、ピンと聞いたのよ。365日もやったったんだよね。恋が始まるって全然わかんない。ハロウィンナイトあった、あったよ。ハロウィンナイトパーリーなんだんだ、心のプラカードあったよ。こっち向いて一瞬だけ、僕の存在に気づいて、こっち向いて5秒でいい、近くにいる僕を見て、だけど本当は目と目合って、もう
スローだけ何も言えない、トゥク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 、心のプラカード、君が見てくれたら僕の気持ちがわかるの、わかるのに、あなたが好きですとそう書いておけたら、ドキドキしても汗をかいても、告白なんだこれうまいって、優しい、ありがとう。ありがとう。いいね、でも私もめっちゃ好き。なんかプラカードは結構あのあれできるんですよ、レッスンをくれる曲なんですよ。であのファンの方とちょっとなんか心をあの通わせることができるか大好き。僕の単位はあったよ。いきますね。いきます。ララ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 ラよ、リコちゃん。下を向いて落ち込んで立てた雨さ、ちゃん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 、眩しい光は、
けどすごい元気になれる歌詞だね、やっぱ僕の太陽って。政治フィロソフィーあるよ。明日僕の太陽公演だからほんと楽しみ。めっちゃきのこさんレインボースターありがとう。青春を守りたい、制服を脱ぐまでは生まれたあのお日のままで天使のように。すごいツアー思い出す。それでは聞いてください。さこちゃんのめっちゃ緊張した。それでは聞いてください。懐かしい。夕日を見ているかもあるよ。今日がどんな一日だったかなんて帰り道が考えるよね。悲しいこととや辛いこともあ辛いこともあるさ。楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて無理に微笑み嘘いくつかついて君だけが抱え込むのはやめて。いい感じ。ヨタさんかわいいありがとう。大阪のひろしでさんかわいいありがとう。うん、いいね。君のことが好きだからもあるよ。君のことが好きじゃけえ僕はいつもここにおるよ。人混みに紛れ気づかなくてもええ難しい。りょうじいさんお疲れありがとう。恋するフォーチュンクッキーって歌ったことあるよね。大声ダイヤモンドあるよ。走り出すバス追いかけて僕は君に伝えたかった。心のモヤモヤが消えて大切なものが見えた見えたんだ。あむずい、むずちー、むずかちーよー。なくなっちゃったもん。眠い。りょうじいさんお疲れありがとう。何の曲が他にあるかな。え、りこちに会いに来たって、ありがとう。 HKT さん、12秒ある。夜にかける。え、一回やったことあるけど難しい。坂、あ、欅坂さんとか、あの桜坂さんあんまりわかんない。欅坂さんの
風に吹かれてもとかめっちゃ好き。風に吹風に吹かれても何も交わらない、ただどこか運ばれるだけ、お腹関係も時にはいいんじゃない、愛だって移りゆくものでしょ、難しい。あ、確かにお休みメール送らなきゃ。じゃあ配信を切ろうかなと思います。明日も公演なので早く寝てストレッチしてね。私もめっちゃダンス好き、欅坂さんの。うん、明日何しよう、髪型悩んでる。シンガーSRさん、バラありがとう、いいねもありがとう。じゃあみんなありがとう、私の配信に遊びに来てくれて。なんかシチューのあの CM してた、ワンワン。そういえばあのなんと1ヶ月間毎日配信してたみたいです。私あのめっちゃ楽しかったです。皆さん多分これからも多分毎日ぐらいしていくんじゃないかなと思うんですけど、よろしくお願いします。明日も配信する予定なので見に来てね。そうラジオ超楽しかった。お話し会もなんかあの再販があるみたいなので、ぜひぜひ気になったことたくさんたくさん会いに来てください。会いに来てね、会いに来てありがとう。ありがとう。30日とかめっちゃ楽しみです。もうそれはあれできなくて、あのあれできないんですけど、あのもう皆さんもう期間終わっちゃったんで受付終了してるんですけど楽しみですそうね、でも新しく来てねってことね。じゃあね、またありがとうございました。すごい毛が顔についてる。じゃあ壇上の方をお呼びいたします。双子パパさん、イケミンさん、ジンさん、クドヤンさん、ひまわり29さん、竹松鶴さん、日陰よしおさん、ケンタロウさん、ヒロさん、チューチューさん、温かい金曜日さん、りょうじいさん、ケンさん、ダンケうどんさん、鍋さん、トリックさん、ツッチーさん、スサニーさん、シンゲーサールさん、おへそさん、シワイさん、クニちゃん、ソンハさん、めっちゃきのこさん、野口さん、エドモンドさん、ノリミオさん、ジョノラニカベグレさん、ツノさん、30点さん、 CO2 さん、ティユーさん、ブンちゃん、そして本日の秋元先生役はキユニー先生です。ありがとうございます。ボヤキーさん、マシャさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘン第3位はバナナテーブルさん、ありがとうございました。第2位はハレルンさん、ありがとうございました。そして第1位はトトさんでした。ありがとうございましたあ、ちょっとあのやってみました。
あの千穂さんみたいな感じでやってみました。ありがとうございました。東京の現地のお話し会で使える分は今回の購入までらしいのでお気をつけください。だってよくわからんけどらしいよ。みんなやってみてね、気をつけてみてね。じゃあね、おやすみなさい。はあ、みんなゆっくりお布団に入って早く寝てね。できた、すごい表情でやってたね。ちょっと楽器始まハマってますよ。すごい楽器ハマってます。やっとちょっとセンスあるんじゃない、楽器の相対音感とかなんかすぐつかめそう。こんなこと言ったらなんか楽器ガチ勢の方に怒られちゃうね。ん、ウクレレさっきまで100回ぐらい100万回弾いてたね。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。 Oh, 違う空を見てたって、忘れないよ。ありがとうございました。ということでありがとうございました。おやすみなさい。皆さんおはようございました。おやすみなさい。おはようございました。ありがとうございました。じゃあね、おやすみなさい。おやすみなさいまーし。おやすみなさいまーし。おやすみなさい。バイバイ。